そこで、以上を踏まえて、その、まあ、誤助法ですね、ユークリッドのアルゴリズムに入りたいと思います。で、ここではですね、定理としまして、定理 EA という形で、このユークリッドの誤助法に関する定理を書きました。で、大体の内容は、そのテキストの定理 4.15 に類似したものですけれども、一部、その拡張した、発展した内容を扱っておりますので、注意してください。で、まず、ここでは、整数感情で考えますので、AB をまず整数として取っていきます。で、代償関係は、A が B 以上で、で、B は0以上ということにします。で、まあ、この整数感では、皆さんよく知っている、その常用付き序算が定義されているわけですけれども、この常用付き序算によって、このラムダ、0以上のラムダに対して、この R1 から R のラムダプラス1までの数、それから Q1 から Q ラムダっていう数を、まあ、次のように定めます。まあ、これがその図なんですけれども、まず、R0 を A としましょうと。一番以上上です。上の行ですね。で、次に R1 を B としましょう。で、R2 以降はどのように定めるかというと、この真ん中ら辺にありますけれども、この R の、i プラス1ですね。R の i マイナス1と Ri に対して、R の i プラス1はどのように定めるかというと、R の i マイナス1を R で、Ri で割った乗与を R の i プラス1にするというルールで、この Ri をどんどん決めていきます。で、これをどこまで続けるかというとですね、こちらにありますように、この R のラムダプラス1が0になるまで、すなわち、こう、どんどん、こう、序算、余りで前の数を割るっていう序算を続けていって、最終的に余りがなくなるまでですね、序算を続けていきます。で、余りが0になった場合の時の最後の Q を、まあ、Q ラムダというふうに置きます。で、ゼロでない R の i ですね。の最後に出てきたやつを R のラムダというふうに置きます。ここまでいいでしょうか。あとですね、そうか。B が0の時っていうことも想定しておりますので、B が0の時はラムダは0というふうに定義しておきます。で、あとはこの割り算のルールから、まあ、B が0でなければ、まあ、ラムダは正の値を取ります。ここまでいいでしょうか。で、この時に、まあ、主張としては以下が成り立つということなんですけれども、まず最初の主張は、A ってありますように、R ラムダが A と B の、最大公約子になるということですね。で、それから、もう一つは、B として、項目の B と、あと与えられた整数の B が共通した文字でちょっと紛らわしいので注意していただきたいんですが、与えられた B が正ならば、このラムダですね、先ほどのその乗与を取る回数のラムダというのは、ここにありますように、ログ5のログ B プラス1で抑えられます。で、ここで、このファイという数が、2分の1プラスルート5という数なんですけれども、もう皆さんの配布資料には答えがすでに出ていますが、これはどういう数かというと、実は黄金比なんですね。で、ちなみに黄金比は、このここにありますように、ファイ2乗マイナスファイマイナス1イコール0という二次方程式の根になっておりますが、これは後で使うのでちょっと注意しておいてください。で、ここで大事なことは、その、多項式の、この乗与ですね、この誤助法を取っていった時のこの乗与の長さが、こういう形で上から抑えられるということです。で、まあ、その証明なんですけれども、A のこの最後の乗与がですね、最後の比0の乗与が A と B の GCD に等しくなるということについては、まあ、多分以前の授業、代数の授業でも扱われたことがあるかと思いますし、今回のテキストでもその定理 4.15 に証明がありますので、各自確認していただければと思います。で、今回はその B の方ですね、この乗与の列の長さに関するその不等式を示したいと思います。で、まず、ここではその与えられた、B の数ですね、B の値が正であると仮定します。で、この時、まあ、その乗与の
五乗法の定義から、まあ、ラムダは正なんですけれども、でこれをですね、実際にそのラムダに関する機能法で、示します。多分1回の説明ではなかなか理解するのは難しい部分もあるかもしれませんが、今日は一応資料をつけておりますので、残りの部分は後で各自で復習してください。でまずラムダイコール1の時はまあ明らかですので、ラムダがまあ1より大きいとしましょう。でこの時これから示そうとしていることは、i が0からラムダマイナス1に対してこのラムダの r のラムダマイナス i ですねっていう乗与がですね、ファイの i 乗以上になるということを示せば、十分であります。でまずなぜこれを示せば十分かっていうことを先に説明しておきます。実際に、この i にですね ラムダマイナス1を代入しますと、これ先ほどの不等式の左辺は R1 っていうことなんですけれども、この R1 っていうのは実は与えられた B なんですね。最初に与えた B なんですね。で、最初に与えた B はだからこれがその今こういうこれが成り立つと仮定するわけですね。B がφ のラムダマイナス1乗以上であるということを仮定します。でそこでこの両辺の対数、この不等式の両辺の対数を取りますと、左辺はログ B になって、それから右辺はラムダマイナス1かけるログ φ ということになります。でこれをうまく移行することで、実はラムダがですね、ログ φ分のログ B プラス1で抑えられるということが言えます。なのでまあ、この定理の証明をしようと思ったら、さっき下のアスタリスクの式ですね。R のラムダマイナス i 番目の乗与が、ファイの i 乗以上であるということを、これから機能法で示します。で、まあ、機能法ですので、まず最初のステップの方から順番に見ていきますと、まず i が0の時ですね。i が0の時は、ラムダ、R のラムダだったんですけれども、まあ、R のラムダっていうのは、その、五乗法で、計算していった乗与の中で0でない、一番小さい元でしたから、そうするとまあ1以上であるということで、R のラムダは1以上であると。で、1っていうのはファイの0乗ですから、まあ、R、i が10の時はこの不等式が成り立つことが分かります。で、今度 i に2を代入してみますと、左辺は R のラムダマイナス1であったんですけれども、これは、R のラムダプラス1以上なんですね。なんでかというと、R のラムダマイナス、R のラムダっていうのは、R のラムダマイナス2を R のラムダマイナス1で割った乗与ですので、そうすると、まあ、非0の乗与ですから、その1個前の乗与っていうのは、その R のラムダよりプラス1以上でなければならないということになります。で、これは、i が0の時の仮定から2以上になりますので、そうすると先ほどのφ ですね、φ というのは黄金比の値でしたから、まあ、それ以上になるということが言えて、で i が1の時もこの不等式が成り立つことが分かります。 で次がその i が2からラムダマイナス1の時に、まあ、この不等式が成り立つと仮定するわけですね。でそこで、先ほどその黄金比を定義、黄金比が根になるような二次方程式からですね、この黄金比 φ っていうのは φ の2乗イコール φ プラス1っていうのを満たしますから、これを使いますと、こちらにありますが、まあ R、 これは R のラムダマイナス i っていうのが、これは五乗法の定義からですね、五乗法の定義から、まあ、このような形の式でこう表されるわけです。で、注意していただきたいのは、この右辺の2つのこの R のラムダマイナス i マイナス1と R のラムダマイナス i マイナス2は機能法の仮定からすでに上の不等式を、結論の不等式を満たしているということに注意してください。で今これについて不等式が成り立つことを示したいんですが、今こういう五乗法の定義からこういう関係が成り立っていると。でこの Q っていうのは、
どれをどれで割って、この左辺の数をこれで割った時の小なんですけれども、まあ、小っていうのは1以上ですから、そうするとこの9として取り得る最小の整数は1なわけですね。そうするとこれ実は下からこういう形で押されると、この数とこの数の和で下から押されることが分かります。いいでしょうか。で、あとこの2つの数についてはすでに機能法の仮定を満たしておりますので、この R のラムダマイナス i マイナス1はファイの i マイナス1乗以上であると。それから R のラムダマイナス i マイナス2はファイの i マイナス2乗以上であるということが示されて、これも下から押さえることができます。で、次にこの2つの数をですね、ファイの i マイナス2乗でくくりますと、ここはファイの i マイナス2乗かける1プラスファイということなんですけれども、実はこの1プラスファイというのは先ほどのこのファイの性質からですね、1プラスファイというのはファイの2乗で置き換えることができますので、そうするとこの部分がファイの2乗に置き換わるということで、実際この右辺というかこの辺項というのはファイの i 乗に等しくなるということで、最終的にこれ R が i の時にもこの R のラムダマイナス i がファイの i 以上であるという不等式が示せたことになります。ということで、機能法を使って、この不等式が、示せます。ここまででいいでしょうか。で、以上が、一番基本になるですね、そのユークリッドのアルゴリズムの定理ですけれども、尾行としまして、K を対とするときに、この K 上の、1変数の多項式間というのは、ユークリッド正規にできます。具体的にはそのユークリッド関数をですね、先ほどもちょっと説明しましたが、この F の次数で定めることで、これユークリッド正規になりまして、あと多項式、一変数の多項式間上でもユークリッドの誤助法をが成り立つということにを述べておきます。で、一応以上に基づきまして、まずこのユークリッドの誤助法ですね、ユークリッドのアルゴリズムをここに示しておきます。と、入力は F と G、 これはユークリッド正規の元です。で、それから出力はこのやっぱり R の元 D で、F と G の GCD であるということにします。で、見ていただくと、第一のステップでは、R0 として F を定める、F にすると。それから R1 として G にすると。それから、変数 i を1で初期化します。で、第二のステップがこう繰り返しなんですけれども、この R の i が0にならない間ですね、これを繰り返しなさいということで、R の i マイナス1を R の i で割って、その乗与を Q の i と、それから、ごめんなさい、その乗ですね、乗を Q の i と、乗与を R の i プラス1にしなさいと。で、インデックス i を1個増やして、これをどんどんまた繰り返しなさいということで、この R の i プラス1が R の i か、R の i が0になるまで続けます、計算を続けます。で、R の i が0になったところで、このループを抜けまして、R の i マイナス1ですね。だから、非0の乗与の最後の元を、GCDD として返すというのでが、この一応一つ通りのアルゴリズムとなります。ここまでいいでしょうか。